4期生の歌唱力問題について。1期2期の大半が普通に歌えたから、生歌やかぶせで歌番組出れていたし、カラオケ番組にも出れていたんだよな。影響だけで外番組取れないし、推しを見る機会を増やしたくないの。絶対音感持ちの聖水生都市が夜をかける王と外さずに歌い切ったのは4期生アンチには都合が悪いから無視だしな。少なくともライブでは歌うし、ガナラでは特に目立つよ。上手くなくてもいいけど、悪目立ちするのさすがにきつい。歌やダンスが売りのグループではないとは言ってもね、そこのクオリティもあるに越したことはないわな。歌唱力の平均で言えば坂道で日向が一番だと思ってるけど、メンバーの交代でみんなまあまあ歌えるっていう強みが消えそうで怖い。下手したらぶりっ子メンバーが一番歌声が低い可能性も。石塚は明後日の方向に音程がずれてヒヤッとする瞬間がある。カオリンも上手いけど安定感がない。4期はまだまだ経験値低いしな。4期生は妹系ばかり偏った取り方したのが、泣き霊系の落ち着いた歌うまメンバーはやっぱり必要よ。うまい下手よりもこれ君を覚えてないで浮いてて気になる。これまで4期生曲だと気にならなかったんだけどな。正直歌唱力は乃木坂、日向坂、桜坂かな。たまちゃんの歌は子供向けアニメの主題歌的な良さ。可愛い歌声とも言えるが、石塚竹内清水はグループ歌唱では歌声が浮きすぎる。音程取れればソロ歌唱ならハマる歌はあると思う。まあ坂道で歌が上手いからなんだよって感じはあるけどな。所詮ファン向けのイベントだし。クソお前かホリンまで腐すなんて4期生大嫌いなやつじゃん。歌に限らずパフォーマンススキルよりも人気が優先されるのが現実。グループ史上最高難易度のダンスという触れ込みでも優先されるのはスキルより人気だし。ヒラホーが伸び伸び歌っててよかったよ。一期はキョンコみたいに文句なしで歌うまい子もいるが、なんというか全体的に性質がいいんだよな。ミーパン、ナッチョの高音も聞き心地よかった。推しがこんなに上手くなかったとは思わなかったけど、声好きだからいいかって甘やかしてしまってる自分がいるわ。歌うまい子がいた方がよりライブ楽しくなるのは確か。日向坂を生歌のグループだと思ってる人がいるのか。外番組捨てて、生歌捨てて、新規捨てて満足か。歌唱力云々と講釈しだれるほど知識が豊かなのか。聞くに答えないのでなければいいのよ。ドロータなんだ、そんなもの求めてないだろう。長い人生下でやっていければいいけど、やっていける可能性なんてほぼゼロなのに、そこにリソース割いてどうするのよ。